今日からお前は魔女だ。手始めに一番簡単な光る玉の魔法から練習しよう。僕の後に続けて言え。アクラソスアバジルルーソラ。文句を言わずに真面目に覚えろよ。小さい頃のお前はそんなんじゃなかったぞ。知ってる気がする。あんまり覚えてないけどな。お前が僕を作った時に会ってるのかも。余計なセリフを付け足すな。違う。もう一回。一発成功だ。どうやらそこまでバカじゃなかったみたいだな。そんなセリフをよく恥ずかしげもなく言えるな。何はともあれ、お前は自分の実力を証明した。これならすぐに宝物を見つけて、世界を救うことができるぞ。頑張れよ、魔女。誰かさんの意志の投影で生まれたであろう奇妙な伝説によると、
世界を救う魔女は5つの宝を集め、それらを魔法のツリーハウスに持ち帰って儀式を行う。そうすればこの世界から異常の波動を完全に消し去ることができるそうだ。5つの宝はそれぞれ5つのエリアに隠されている。エリアの境目には奇妙な壁があって、勇敢で賢い魔女だけがそれを破り、世界の危機を救うことができる。そのエリアにたどり着けばお前の直感が教えてくれるはずだ。まあ伝説の魔女とやらは勇敢でも賢くもなさそうだけど、そこは僕がサポートしながら守ってやるよ。勇敢で賢いバチュー様がお前を一番目のエリアに連れてってやる。